皆さんこんにちは田島大輔です。前回はですね自分の価値の自己評価についてお話ししました。私たちは生涯にわたって社会に対してあるいは家族に対してあるいは自分自身に対してもそうですけれども、まあ、いろんなことをこう生み出して与えていくわけですね。でそういった自分自身の生み出すものあるいは作り出すもの ま何かしらこう生産するもの、まあ、そういった生産性と自分の価値っていうものを結びつけると自分の価値っていうのが変動してしまいますよっていう話をしました。まあ、復習ですけれども、これは今横軸は年齢を表しています。で上のグラフはですね縦軸が自分の価値の自己評価です。自分の価値の自己評価、自分が自分のことをどれぐらい価値ある 存在であるるかと評価しているものそして下が生産性ですねそうすると、まあ、私たちが生まれてからだんだん年齢を重ねていくに従ってできることが増えてくるそして世の中に対していろんなものをこう提供しするあるいは自分自身に対してもできることが増えていく、まあ、そういうふうにこの年齢とともに増えていく、まあ、どこがピークかっていうのは人によって違いますよね。 例えば3040ぐらいがピークの人もいれば生涯増え続けるる人もいるでしょうそういった自分がの何かしらの生産性ともし自分の価値を結びつけてしまったとしたら自分が何がそのできているのかどれぐらいのことを生み出しているのかによってまあ低いところから一番その生産性が高いところが自分の価値のピークでその後どんどん価値が下がっていく。 っていうふうになってしまいますよね。そうではなくて、この自分の生産性と自分の価値を結びつけない。じゃあどうすればいいのかっていうと、私たちは生まれてから、その亡くなるまでずっと行って100っていうことですね。私たちは生涯変わらぬ、生まれてから死ぬまで一人の価値ある存在である。そして、 他の人と比べてしまうとあの人と比べて自分の価値はこれぐらいだ70だ80だとかそういった社会のポジションに対しての自己評価としてこうセルフエスティームこう自分の価値を決めてしまうと70とか80とか60とか、まあ、そういうふうになってしまうこともありますよね。なので、まあ、自分の生産性であるとかあるいは他の人との比較によって この自分の価値の評価をしてしまうと変動してしまうということですねそうではなくて誰もが一人一人が価値ある存在である誰との比較でもなく生涯にわたって私たち一人一人は変わらぬ一人の価値ああるる存在ででとこが重要ですってお話をしましたまた、あ、これは自分の価値に対する自己評価いわゆるコーチングではセルフエスティームと呼ばれるものですね。 一方で、コーチングではもう一つ自己評価があるんですね。それは何かっていうと、自分の能力に対する自己評価です。それをエフィカシーって言いますね。まあ、この動画を見ていらっしゃる方は、コーチングは初めてっていう方は少ないかもしれないので、エフィカシーっていうのは非常に重要だよっていうことを繰り返しいろんなところで見聞きしていると思いますで。エフィカシーっていうのは復習になりますけれども、 自分のゴールのの達成能力の自己評価自分が持っているゴールその何かしらのゴールに対して自分がどれぐらいそれが達成できるかと自分が評価しているかっていうその度合いですね。なのでゴールによっても違うわけですじゃあその例えば A っていうゴールがあるとする A っていうゴールに対してちょっと今書いてみたいと思うんですけど、まあ、ゴール A っていうゴールに対して、まあ、0から100%でいうとまあ0%っていうのは絶対それ無理っていう自分が評価していることですよね。100っていうのははは絶対ににそれは自分には達成できるっていうふうに自信満々な状態です、ね、まあ通常そのどっかの途中かもしれないですし初、まあ、め高くてもですねだん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 やってるうちに下がってしまうとかあるいは初め低いんだけど。 そのの上がっていくものもありますよねなのでゴールに対して自分がその絶対できるっていう100%から絶対無理っていう0%の、まあ、どっかにこの自分が評価している度合いがあるこれをですのでその違うゴール例えばゴールの B っていうゴールに対しては、まあ、自分は30ぐらいかな。 こっちは、は A に対しては70ぐらいかな、C に対してはそうですねまあ10ぐらいかなっていうふうにそのボールに対して評価が違うってことですね自己評価は。でまあ一般的にその総じてエフィカシーが高いっていうことはもちろんあの あると思うんですけれどもあの人エフィカシー高いよねって言った時は、まあ、多分どんなゴールに対してもきっとその設定したものに対しては高いエフィカシーであるいはそもそも設定しているゴールも含めて高いゴールであってそのゴールに対しても高いエフィカシー高い自己評価をしているよねっていう人をまあエフィカシーが高いって言ってると思うんですけど3つにはゴールに対してなのでその我々が「あの人エフィカシー高いよね」って言ってるのはこの A に対して。 感じているものでもその本人の中では、まあ、仕事に関してはすごくエフィカシーが高い、まあ、100に近いんだけれども本人の中ではだから他の人から見えない部分、まあ、例えばその家族のことに関しては全然うまくいってないとだからそうまくいってないっていうのはまあそこに関するエフィカシーがその低いっていうことですよね。なのでそこは実は10ぐらいなんだってこともありうるってことですね。なのでバランスホイール でいうとまあ、全部均等にあの100とか7080みたいな綺麗な円になるってよりは通常はそのボコボコボコっとこう円に描いた時にはバランスホイールの中でその、うん、出込み込みみ引きががあるっていうのが通常でですよねでそれをなんとなくエフィカシーが高いとかなんとなくエフィカシーが低いっていうことではなくて数字に表す。 その見える化するっていうことを取り組まれるといいんじゃないかなって思います。自分が今持っているゴール。まあ、たくさんあるんだったら、十個でも二十個でもいいですよ。そのゴールに対して、ちょっとそのゴールを書き出しているものがあるとしたら。その横に、自分のエフィカシーの度合いを書いてみるといいと思います。ゼロから百の数字でね。 でそうすると今仮に10個のゴールがあるとしたらこのゴールに対しては70このゴールに対しては60とかこれは自己評価なので大体ですよ60%と61%の差がどれぐらい何の意味があるのかっていうのは、まあ、個人の感覚でいいです、ね、60と70もあのどういった差があるのかっていうのはまあ本人の自己評価なのでそれは他の人と比べてなくて。 なくて自分の感覚であまあこれが六十ぐらいだったらこっちは七十ぐらいこっちの方がより自分はその達成できるっていう自己評価高いなっていうはちょっと差をつければいいと思いますけど十個だったる十個に対してゼロから百の数字を横に振ってみるっていうことですねでそうするといろんないことがわかると思います全部低ければまあ非常にゴールが高いのかもしれないですしその自己評価が低いのは どこに原因があるのかっていうと。通常は過去と他人。が足を引っ張ってるってことなんですね。過去と他人による。できてしまった。低いエフカシーの自分がいるっていうことです。過去こういったことをやったらうまくいかなかった。あなたにはできないって言われたということを。他のことにも。自分は無理に違いないって言っている。 でそれは過去と他の人から言われたことあるいは自分であやっぱりうまくいかない自分には無理なんだ自分は不器用だしなでその不器用っ,っていうのはもしかしたら他の人から言われたことかもしれないですねまあそういうふうに過去と他人がいるなのでエフカシーの数字を表してみて低いものに関しては過去と他人が特にその支配的に自分の評価を作っている可能性があるってことですね。それれどううすればいいかっていかと 自自分分の評価はでで決めればいい,っていうことこすそしてゴールを達成した自分から評価をするそうしたら通常はゴールを達成している自分であれば評価が高いわけですねその自分に対しての今度はリアリティを上げていけばいいってことですねどうやってそれはセルフトークによってあるいはビジュアライゼーションによってアハメションによってまあそういったあの技術はいろいろとコーチングでも用意されてますけれども、まあ、そもそも今の 皆さんのエフィカシーがどうなのかっていうことを0から100の数字で表すことを習慣にしてみるといいと思いますそうすると何となく高いとか何とかなく低いで終わるんではなくてそこからさらに次のステップに行けると思うんですね。これは例えば日常の中で、まあ、そういったゴールっていうそのいわゆる大きなものだけではなくて例えばじゃあ仕事で。 今これからのプロジェクトトをスタートしますとそのプロジェクトの成功に対して自分のエフィカシーはどれぐらいかなっていうのを今書いてみるで、まあ、そのやってる間毎日書いてもいいですよね0から100の間でそういうふうに自分の変化をどん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 あの観察してみてもいいでしょうしあるいはですねもっとショートタイムで今日打ち合わせがありますと今日はあの取引先とこういった 商談の打ち合わせがあるとでそこでの目的はこれですというふうに自分の中にあるまあそれはゴールですよねその会議における、まあ、ゴールだとしたらそのゴールに対してもエフィカシーがあるわけですその会議をする取引先との会議におけるそのゴールを達成するできるって自分がどれだけ評価しているのかっていうのを自分で0から100でやってみる。でそれが低ければ多分 ネガティブなセルフトークをしているでしょうし何か自分の中でマインドの中でこう過去と他人が関わっているってことですねまあそれはその,後のあの商談の中で自分が言うセルフトークはコントロールした方がいいですしもっと根本的には自分の中の過去と他人から未来と自分から自己評価を作るっていう習慣をより高めていく必要があるってことが分かりますよね。なのので日頃からその エフィカシーを何となく高いとか何とかなく低いではなくてそれぞれのゴールに対して目的に対して何かやるたびに0から100のどのところかなっていうのを考える習慣をつけられるとで実際にそれを数字にしてみてくださいだん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 それはあの数値にしているうちに初めは何となくだったのが何となく自分でこうではなくて結構自分の中で精度が高くで、まあ、70とか80はいいと思いますけど でもまだね20、30上げられるってことはそこに過去と他人がまだいる可能性があるとことですね。じゃあ100ならいいのかって言うとまたこれも微妙ですよね。100っていうことはもっとできるってことなので、あゴールの更新のタイミングだともっと大きなゴールを設定する必要があるってことを表しています。まあ、そういうふうにそれは数字に表してみるとより自分の中でセルフコーチングが進んでいくと思いますので、ぜひですね不可視の見えるかっていうのに取り組んでいただけるといいと思います。